ンジの松尾です。矢島です。よろしくお願いします。いや今日は何の日か知ってますか？知ってる方、まあ皆さん知ってるでしょうね。今日が何の日かね。今日子供の日ですよ。そうですよ、子供の日ですよね。やっぱね、僕たち子供にとってはね、やっぱ一番親しみがある日ですよね、今日は。滑舌悪くて何言ってるか全然わかんない。いや、滑舌はお前の方が悪いだろ、どう聞いたって。俺めっちゃ滑舌いいから。どこがだよ、お前滑舌とも言えてねえじゃねえか、今。お前、この間だってさ、携帯の音声認識機能あんじゃん。あれでさ、激辛ラーメンって調べたら、お前ケツ辛ラーメンって検索するんだよ。でもそれだけでしょ、めっちゃ滑舌いいから。十分すぎる証拠だ、お前ケツ辛ラーメンって何なんだよ、わけわかんねえ。じゃあお前そこまで言うなら、早口言葉言う。早口言葉言えんの？言えんでね。いやいや、お前お題出せ、俺。じゃあ、魔術師が美術室で手術中とか言ってめっちゃ難しいから。オッケー。なに指パッチを。魔術師が美術室で手術中。何を言った今、全然わかんなかったから。口元でぐちゃ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 パーンって言って、お前、ね、お前は何してるの？違う違う、あのさ、子供の日だからね、やっぱちっちゃい子も分かる話をしたいなと思いましてね。あー、ごめん、何タイム取ろうとしてるの？おかしいでしょ、ごめん、ごめん、ごめんでしょ、ね。そう、だからちっちゃい子も分かる話をね、した方がいいかなって。でも最近の子供って一体何が好きなの？やっぱね、あのちょっと前の話になっちゃうんだけど、あのディズニー映画、アナ雪ってあったじゃん。 あれすごい面白かった。アナと雪の帝王ね。帝王？アナと雪の帝王？違う。何それ、エルサラスボス見てんだって。わけわかんない。アナと雪の女王ね。ああ、うん、あ、お姫様が出てくる。そう、お姫様が出てくる。あ、そのお姫様が確か甲羅についてバケモンになんかさらわれて、赤い帽子のおっさんが助けに来るやつ。スーパーマリオじゃねえか。赤い帽子のおっさん助けに来ないからね。あの妹のアナが出てくる方ですよ。緑の弟は出てこない。それルイージじゃん、緑の弟。違う、違う、全然違うから。アナ雪ね、あったでしょ。悪いけど俺歌は知ってるから、うん、歌知ってんの本当に。じゃあ何分かってる、歌ちゃんと。あれじゃなピンチの時の歌じゃなかった。ごめんなさい、マイクが下がってきちゃってるんですよ。ピンチの時の歌、そんな歌じゃねえと思ってる。歌うわ、歌いたいの。ちょ、すいません、皆さん聞いてやってください、こいつの歌を。あれだおママの姿見せるのよ。そう、この歌ですよね。あれだおママの自分になるの、やばい、やばい、漏れそうよ、漏れそう、だいぶやばい、少しも漏れてない。漏らしてんじゃねえとか、何やってんだよ、汚ねえな。漏らしてんじゃん、お前何やってんだよ。臭いのは知ってんだよ、漏らしてんじゃん、汚ねえ、やめろよ、ほんとに。でもさ、他に子供何言ってうんこ漏らしながら言われてもあれなんだけどさ、やっぱね、ちっちゃい子はね、あれが好きなんだよね。妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ好きな子いるでしょ。まあ、みんな妖怪ウォッチね。妖怪ウォッチ好きだよ、やっぱ。あれでしょ、妖怪出てくるやつ。そう、もう名前の通り妖怪たくさん出てくるやつね、あの妖怪ウォッチって。あ、ね、俺確かね、歌は知ってんの。歌知ってんの、本当に。ああ、まあ、さっきアナ雪でボロボロだったよ。みんな知ってますよ、妖怪の歌。知ってます。妖怪体操知ってる？じゃあちょっと。あれなんだ、ピンチの時の体操だ。ピンチの時の体操じゃないけど、ちょっとやってくれるじゃん。漏れる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 我慢ができない、出られっけな。汚ねえんだよ、おめえさっきから。汚ねえんだって、やめてくんねえ。そ、いや知ってんだよ、さっき見たわ。これ妖怪のせいだろ。はい、これね、出ましたよ。何かあったらすぐ妖怪のせいにする。これね、あれらしいよ、最近の。お前が生まれてきたのは妖怪のせいだ。俺生まれたのは妖怪のせいじゃない、ちゃんと。まあ、たけしとかすみっていうね、まあ、両親の方ですよ、ちゃんと生まれてきたんですよ。素晴らしい。いやー、元気いっぱいでよかったですね。
こちらの飛行機が通るというハプニングもありながら元気に成し遂げてくれました。それではパンケーキさんお呼びしましょうか。もう一度舞台上がってください。お願いします。パンケーキさん、ありがとうございます。いやーでも受けてましたね。よかったですね。素晴らしい。よかったですね。舞台は高校生ですか。高校2年生。こう何年生ですか。2年生です。高校2年生です。2年生、はい、なんでお笑いをやってるんですか。ちょ有名になりたいなーって純粋な、純粋な理由ですね。あ、あなたもですか。お前、あの、やりたいと思います。なんてなんてすいません、滑舌が悪いんで。何言ってるか大体分かってる。厚揚げ挟まってる、大丈夫喉に厚揚げが挟まってるすいません、ね、高校1年から始めたんですか。高校1年生の秋の文化祭でやらせてもらって、そこから始めました。文化祭で。はい、文化祭からです。すごい。高校で文化祭で漫才やるって言ったら、すごいイケてるグループの方。いや、そんなことはないと思うんですけど。あ、本当に。だったらちょっとやってみたいなっていう。サッカー部とかがやるやつじゃなかった。自分ら2人とも水泳部水泳部なんだね。2人とも水泳部。そうなんだ、はい、イケてるサッカー部がやるんですね。すごい嫌いだったんですけど。いいですね、水泳部で。あ、あ、そして将来お笑い芸人になってる。はい、もう将来もこれで飯食ってきたいななんかいいですね、応援したくなりますね、爽やかで。飯食ってきたい。飯食ってきたいの思いました。大丈夫かいつもよりコンディション悪い。ちょっと栄養が足りてないですね全然聞こえないですね。飛行機関係なく聞こえないですね飛行機の選手はないあ、そしたら漫才とかやったらモテるでしょ。そうでもないんですよね。そうなんですか。そんなかっこいいイメージ持たれてない。そんなことないです。モテたい。本当に。なんでモテないと思う。あ、髪型のせいですね。もっと別のとこあると思う。もっと別のとこがあると思う。ちょっとね、みんなでせーので教えてあげてほしいです。なるほど、わかりました。フレッシュですね。ありがとうございます。これからどっか所属とかする予定ありますか。まだ高校生なんで今のうちは何もしないで。はい、高校のうちは何もなかったんですね。ありました。それ告知かなんかありますか。ないです。告知なしということで、はい、普段学校通ってると思いますので、皆さん見かけたら手を振ってあげてください。ありがとうございます。パンケーキさんでした。ありがとうございました。